ジャズボーカル誰認めないの？え？もしこの際聞いてみよう。そう、聞いてみよう。聞いてみよう。この人は、この人はダメだって。ボーカル自体がですね、やっぱりワンランク落ちるわけです。うわ、うわ、やっぱりこうゴリゴリバリバリ吹かんといかんです。ジャズは。そう。はい、ただのいい人じゃないでしょ。ないですね。ジャズボーカルかなんかまあ娯楽みたいな、はい。ビッグバンドもあんまり認めたくない。ビッグバンド認めない。ビッグバンドダメなんですか？デュークエリント認めない。ダメ。宮本茂樹、ニューハードもダメ。ダメ。全然ダメです。カントミシもダメ。ダメ。あ、コンボで認めるけどあんまりダメ。グレーミラーとかいうのはどう？ああ全然ダメですね。あんなものはあんなものって言ったらすいません。あーそう、はい、ダメだよ、甘いですよ。ほっといてバンバン言いますよ。いいね、いいね、面白い。ゴリゴリのファンがいたんだね。ゴリゴリじゃないといかんと思います。ビリーホリデーとか好きなんだけどな。でもダメなんですか？好きだけどダメっていうのは何なんですか一体？ジャズ道、本来ですね、ジャズキスタージャズ道にはちょっと反するんですね。いやもうそんな捨てちゃった方がいいですよ、うん、はい、楽しまないと、はい、もう楽しみたいんですけど、もうダメなんですよ、ね、ダメなんだ。体が受け付けないんですよ、ね、そういう体になってしまったんだ。しかもあの何年の何月っていうのが分からないものだと余計不安になるんですね。それは年月が分からないと不安になる、はい、でもすごいね、やめられないんですよ。さっきまでじゃ あの猫をかぶってたわけですね。猫かぶってたな、はい、お楽しみくださいなんて言って、そうそうです。あれ嘘だったんですね。どれのゴルゴルがいいの？オーレット・コールマンとはどうなの？いいですね、すごいですよ。魂の最近ファラオ・サンダースとかいう。え、ファラオ・サンダースいいじゃないですか。アルバート・アイラー、魂があります、はい、彼の叫びには。一番大事なのは魂。魂ですね。魂、はい、魂だと思います、はい、と思うんですけどもね。さっき誰のが聞きたいって言ってましたっけ、ライブでって、はい、僕が見たやつで。あ、サー・ローランド・カーク。ローランド・カークがいいってたもん。ローランド・カークってローランド・カーク64年12月30日読売ホール見てるんですよ、うん、あの高専年期のオスカー・ピータース見て、うん、2本ぐらい吹いてた。4本吹いてた。一度吹きだから丸みたいな。ソプラノ加えてテナー加えてバリトン加えてで鼻でサイレンホイッスルとしてフィーンって吹くっていう。ふわーフィーン。小平さん、そういうのは許せるんですか？はい、やっぱ1本じゃ足りない魂を4本に分けて吹いてるわけですから。あ、こんなに着せない小笛って初めて見たよね。こんなにはっきりね、あのはっきり物を言う小笛ってのは初めてだよ。謝らないもんね。もう謝らない。すいませんとか言わないもんね。名門の家に生まれてよ、ね、もうずっと代々の名門に生まれて お坊ちゃん育ちで、はい、でいろんな人に礼儀正しくして、はい、こんなにやっぱ傍若無人に振る舞った、うん、断定的な物を言う小笛に関しては言ったいとだけ言わさせていただきますね。それじゃ あの皆さんにジャズを好きになっていただきたいわけで、おかけしたいと思います。ジョン・コルトレーンのマイフェバリットシングス。マッコイタイのエルヴィ・ジョーンズ、ジミー・ギャリソンのもうバリバリでお送りします。どうぞ。ほんといいんだよこれは。ジョン・コルトレーン、あのマイフェバリットシングスや名演中の名演なんですけどね、これ初日にしちゃちょっとゴリゴリのを聞かせすぎた感じがありますね。初めて来たアメリカ人に日本料理食わしてやるって草屋を食わしたみたいなのがあるんですかね。いや、私はいい選曲だと思っておりますけどもね。ゴリゴリですからね。ちょうど後半今ね、だあれでしょう、はい、その甘い罠でジャズファンを誘うなんてはいけないと、はい、これだこれだとゴリゴリ見せると、まあ、最初から甘やかしたら図に登りますから、これでガチンと頭を押さえておかないとですね。今日も小笛は違うな。さぞやお母さんもお喜びでございます。いやいやいや、ありがとうございます。もうなんかすごいいいですよね、やっぱりね。嫌いですか？いやいや、コントレーンはね、嫌いですね。あのエルヴィ・ジョーンズね、エルヴィ・ジョーンズもいい人なんですけどね。湯気が湯気さえ叩けるね。これすごい寒いとこでやってる、はい、ベルギーのですね、あのお城ですね、ラトゥール、はい、コンブラン・ラトゥールというところの野外ジャズフェスだったんですね、うん、かなり。お前見たんかみたいな、いい演奏ですね。ちょうど油に乗ってる頃ですし、ジミー・ギャリソンの動く映像なんかもかなり貴重なものだなと思います。本当寒いんだ。はい、寒いです。寒い中ああいうふうに湯気が出るほどやってる。普通だって屋外で、私も湯気が出たことないです。それなのに湯気が出てるっていうところの、私も湯気が出てる。湯気が違うじゃないですか。そうですか。もう本当人生を感じたいい演奏だと思いました。確かにもうコルトレーン、全てのサックスは一旦コルトレーンに入って、それからまたコルトレーンが出ていくんだよね。ちょっと突っ走りすぎた面もあるんですけども、それはちょっと認めますけども、ただ本当に何ですか、人生のその辛さとか、なんか戦う姿勢みたいなものをどこかに感じますね。哲学的なものを本当に感じるところがあって深いです。
はい、知っていただきました。大体そうだね、コルトレーンの解説書なんか読むとね、そういうふうに書いてある。そうですね。愛だとか、はい、祈りだとか。そうですね。格闘とかね。格闘とか。小笛ちゃんに胸のつくような思い。やっぱりジャズってのは小笛ちゃんにとっては魂です。魂です。魂がないとね、人生がないといかんですね。はい。葛藤です。はい。だと思います。善悪をと苦しみをダーッと吐き出すっていうんですか、煩悩っていうんですか、それを消し去らないと。いや、ディープに。さっきから聞いてると全然違う。人生葛藤、煩悩、善悪。何なんだろう。最後消し去らないと。消し去らないと。愛です。はい。愛ですか。それか。最後愛。言わせていただいた愛なんです。愛だったらもっと他のレコードを優しく包んでほしいって感じです。谷村新司だって愛ですよね。甘やかしちゃいかんです。人生ですから。甘やかしちゃいかん。愛だけど甘やかしちゃいかん。結局まとめると甘やかしちゃいかんっていうテーマですね。そうなんです。そうなんです。はい。